わかんこー、クレハです。集まれ動物の森、ハッピーホームパラダイス、続きをプレイしていきたいと思います。本日もよろしくお願いしまーす。いい天気ですね。入道雲がもくもくしておりますが。いいね。こういう暑い時はね、涼しそう。カエルなんだから浮き輪いらんへんちゃうか？まあいいか。はーい、じゃあスタート。光ゴケ回収しましょう。今日はそんなにないかな。日が全然立てないからね。よいしょ。なさそうですね。よし。じゃあ、お仕事に行きましょう。よいしょ。チョロリンが食べ物を盗もうとしている。注意してみておかねば。おはようございまーす。うん。お仕事しまーす。うん。はーい。ガチャガチャガチャ。行っていきまーす。で、さて、前回は、チュンノスケのゲーセンを作ってまいりました。カフェだったっけ？誰が代わりに来てるかな？やっほー。あ、新しい子は来た。あ、違うわ。この子だ。魔法使えたら楽しそう。いろいろ勉強したい。どうしよう。どうしよう。いろいろいる。お料理教室。お料理教室行きますか。のよ。アクミライフの知名度高すぎやろ。聞かせて。はーい。お料理教室。ああ、はい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 。パン作るんですね、今日は。はーい。お料理教室って場所を選ばんよな。あ、でも町のお料理教室みたいな。あ、でも町ってさ、誰だっけ？もう二人埋まってた気がする。どこやったっけ？どっか埋まってたよね。あ、ここだ。そう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 。町のお料理教室は埋まっちゃってるから、ここにするか。うん。とりあえず一回で行きましょう。はーい。任せ、あーれ。
どうがいいんで。どうか始めなかったチミズのよ。うん。それはどうぞ、よろしくお願いしますね。はーい。お料理教室、作ってまいりましょう。そうですね。煙突からこう、煙がもくもく出てきて、美味しそうな感じのお家がいいですよね。ああ、素朴なのもいいですね。素朴でいきましょう。ドミグラちゃんってさ、何色？え？黄土色に、そう。昔からずっとね、黄土色って言ってたんですけど、正しくは黄土色らしいですね。社会人になってうん十年経った今、知りました、やっと。ピンクのトサカ。ピンクのトサカ。あ、壁選べない。はい、すいません。ウェルコメしよう、ウェルコメ。かわいいのにしよう、ウェルコメ。ピンクで。いいね。で、ちょっと柵いっぱい取っ払って、ちょっと土も一回リセットしようか。なんかリセットボタンあったらいいのにね。この敷地内、この別荘今使ってる地面すべて真っさらに戻しますか？はい、みたいな。よいしょ。あれ？つかめへん。なんで？つかめた。で、階段をちょっとシャレオツな感じにする？ペンがいいね。かわいい。じゃあ、テラコッタでいきますか。私の速さに画面がついてこれじゃない。あ、で、大田家具ってなんだ。あー、木目を基調とした感じですね。ふんふんふん。オッケー。じゃあ、範囲指定してこう塗りつぶししたいよね。はい、よいしょ。で、あれ？よいしょ。低木植えたよね。トサカピンクいからピンクいツツジとか。で、どうしようかな。まあ、お野菜を植えたいんですよ。小麦。小麦植えるならさ、あれ、あいつどこだろう。ボーボーのやつ。ボーボーのやつ。どこだ？どこに分類されてんだろう？ここら辺かな？違うね、ボーボーいないね。ボーボーどこだろう？ボーボーどこだろう？おもちゃ系とかじゃないねんよ。あった。麦畑。そうそうそう。
やりすぎた感がすごい。やりすぎた感がすごい。なんかトラクター的な。車って通り過ぎたっけ？通り過ぎたか。遠見。芝刈り機。芝じゃないけど。遠見。これ色変えれる？あ、変えれるね。これってさ、どうなるんだろう。あ、こっち向きで良さそうだね。よき。でもさ、ここだよな。車のとこに、トラクターでいいか。よいしょ。もう一歩進んで、こう、買ってる的な感じにしたいよね。で、その他で、小麦をこう、散らせる。あー、そっち、薄っぺら。井戸かなんかが欲しい。井戸っていうか、汲み上げ水が欲しいなぁ。どこら辺になるかなぁ。あったあった。これなんか、誰かの時にもやった気がするな、同じもの。あれ、つかめない。頑張ってー。で、家具で、すごく重宝する干し草のベッド。あれ、長押ししてるよ。こう、塊作って。対応的なオーダー家具で看板とかってあるのかな。看板はなさそうですね。じゃあ看板探しましょう。あ、こういうのもかわいいね。アーチくぐってきてもらう。看板どこ？あったあったあった。すぐ上で料理教室やってます的な看板が欲しかったんやけど。ちょっと色が黒だとやっぱ浮くな。シルバーぐらいがいいか。あとは、そうですね。植物でも置いて。うろうろ。
植物を置く前にさ、オーダー家具？ああ、特にないか。よいしょ。よいしょ。眠そう。天気がいいから気持ちよくお昼寝できそうだね。ブラウンぐらいのがいいのかな。ちょっと違うね。もうちょっとなんかパントリーチックなってやったらやっぱナチュラルなのかな。どういうのを置いたらそれっぽい雰囲気になるのかね。この川、水の流れの音が気持ちいいから。物はあんまり置かなくてもいいかな。あのスピーカーとかは置かなくてもいいかなという感じはしますが、汎用性の高いカーニバルのランプ、ここ行っちゃったら行かれへんねもんな。使い勝手はいいよね。あ、でもあんまりなんかせせらぎ聞こえないね。しかもこれ、あれ？これってさ、あれ？もう一個奥やれないよね。そうだよね。ここが限界だよね。そうだよね。ここしか疲れへんもんな。はぁ。じゃあなんか適当に、あ、この音楽いいね。おー、波をーってやつだっけ。じゃあ中行きましょう。さてさて中ですが、とりあえず88にするか。
ことはあっていいと思うんだ。オープン。オーダー家具は何ですか？あ、かわいいね。いいじゃん、いいじゃん。あ、いいんじゃない？あ、いいじゃん、いいじゃん。で、まず、業務用冷蔵庫を置きます。で、ちょっと勝手な私のイメージなんであれなんですけど、まあ、勝手なイメージっていうか、家のね、近くのスーパー、イオン系統のスーパーがある、某スーパーあるんですけど、それが入ってる建物の2階がその某スーパーで、1階が駐車場兼なんかちっこいお店入ってるみたいな、ミスタードーナッツとか、そういうのが入ってる店舗があるんですけど、ここ2、3ヶ月ぐらい前に全面改装をして、全面じゃないか、ちょい改装。で、そこにね、お料理教室ができたんですよ。で、それを、遠巻きに、見た雰囲気で作ろうと思います。壁にテレビがあって、で、ああ、頭ごっちんこはしないのか。頭ごっちんこはしないのね。はーい。立て伸ばすか。で、ちょっとまあ、奥、あれは、奥のはちょっとあれなんですけど、これ上乗せ、あ、2段にはできないのか。なるほどね。で、オーダーに、あ、食器棚みたいなのはないのか。そうだな。まあ、これを食器棚だと思って、これを食器棚だと思って、やってもらうしか。こうした方が、あれかな。食器セットみたいな。これしかないか。そうですね。ちょっと、近づけますか。近づ、
いやーでも一マスは開けたいよなー。もうそしたらバランス悪いから二マス。1.5 マスになるよなこの、やるせない感じ。こうしてた方がまだいいか。いやーでもなー、向こうがこっち向いてならこれもこっち向けた方がいいよなー。そうだー、そう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 、炊飯器とかね。キングボードしかない。そうですね。あれ、ちょっと。色って白みがかったのって、あ、ステンレスか。店なおけん、もしかして。あ、ぽいね。これするとさ、あ、めり込んではないか。間違えた。あと、ああ、三浦さんの写真を置いて、で、換気扇も回してあげたいね。換気扇はちょっと場所の都合でやれへんかもしれんからな。あれ、よいしょ。ここ？ナチュラルとかな。あれ、よっこいしょ、よっこいしょ。一個が限界ですね。まあでもこれぐらいだったら、あれ、あれ、ちょっと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 。よいしょ。とかでも全然いいかもね。
にここにあるんだったらこっちの方がいいまである？うん、まあいいんじゃなかろうか。で、小物なんだよな。上のランか、さすがにやっぱり。ちょっと。あれ。ちょっと。ほっ。ちょっと。勝手に、勝手に移動しないで。勝手に向き変えないで。そうですね。ああ、白はないか。あ、白あるね。よいしょ。ん？あれ？これってさ、まあ、リュックはわかるんだけどさ、手持ちカバンってどういう表示になるんだろうね。手持ちカバンどこ？ここら辺。紙袋系がいいよね。あ、ちゃんと手持ちカバンはそのまま置いてくれるんだ。なるほど。ちょっとした荷物置き場。ちょっとした荷物置き場なんだけど、アースリームでも置いとくか。増加だから大丈夫。虫は来ないよ。めっちゃ手前がごちゃごちゃしちゃってる。でもこんな感じかな。天井にちょっと先生用の、ああ、シーリングガンもいるか。
ゴミ箱、ゴミ箱、いやーでもなー、現実を。現実を過ぎてもな。ドミグラちゃんの色にしたいね。でかいな。ちょっとでかかった思ったより。こんなもんかなぁ。あー、でもあれか。どうしようかな。四角い、これ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 。あー。まあでもこんな感じかなぁ。私はここに手を離したはずなんですけど、なんでこっち座ってらっしゃるんですか？いいか。料理教室です。先生はここで、ニュースじゃないのないですか？ニュースしかないですか？なんか料理っぽい。ライトインタビューとかいいから。選ばして。そうか。じゃあ BGM 流すか。困ったら BGM 流すか。あれ、どこの分類になるんだ。ここら辺か。乗らへんのや。じゃあここに置くか。あれ。ふん。ちょっと。ちょっともう。よいしょ。ほっ。今ね、ものすごい A ボタン押し込んでる。聞いてくれないから言うこと。よし。オッケー。白、黄色を基調とした。お店じゃない。料理教室ですね。ここで、先生が、まあ、後ろの、このテレビにメニューっていうか作り方。これさ、お団子めり込んでね。ああ、そういうこと。あ、そういうこと、はい。ここで、いろいろ教えます。で、生徒さんたちは、ここで作ると。特に触っても何もないね。逆か。あ、でもいいか。
切ったりするのを外側で、火使うときは真ん中。どっちの方が安全なんだろう。まあ、いいか。で、使う材料は、こっちの冷蔵庫。ご飯炊くときは炊飯器。食器とか器具はここら辺。電子レンジも使います。で、最初来たらここで荷物とか置くっていう。そんな感じですね。よし、オッケー。ドミグラ終わったよー。狭すぎて話さえもさせてもらえない。はい、お待たせー、完成しました。料理教室。でるん、でんてんてん。でるん。いい匂いか。よかったな。取らして。はーい。じゃあ、ドミちゃん着替えよっか。間違えた。コーヒー取り出してる、早速。エプロン。エプ。あれ？エプロンこっち？エプロン。あったあった。白を基調として黄色って言ったけど、ピンクでいいか、トサカと同じ色でねー。よし、じゃあごめんね、ボタンの効きが悪くて本当ごめん。よいしょ。他のアミーボボタンがあるから他の猫を呼んで。っていうのも全然いいんだけどね。かわいいな。めっちゃパシャパシャ撮っちゃった。こっちの方がかわいいんだけど、料理教室ってこっちの感じだよね。にしましょう。よし。はーい、できました。うん、帰りまーす。うん。はーい、ありがとう。ただいまー、帰りましたー。うん。やったー。
もちろんある。それも自宅。今日は終わります。わかったわ。ゆっくりね。はーい。ありがとうございます。よいしょ。シーリングご飯は12600コキー買っちゃおう。うん。はーい。あー、いくらだったっけ？よいしょ。2万何歩だっけ？ 22,500 か。あと2回か。オッケーオッケー。はーい。よいしょ。なんか、よいしょ、キーコントローラーもおかしくなってきた。はい、ということで本日はドミグラのお料理教室作ってまいりました。私の家の近くにある某イオン系スーパーの中に入っているお料理教室は、雰囲気、ちょっと部屋の大きさが限界があるんで、あれですけど、雰囲気あんな感じでしたね。じゃあ明日はどの動物ベソ作っていきましょうかね。代わりに誰来るかね、楽しみだね。はい、ということで本日ここで営業終了です。また次回をお楽しみに。バイバイ。いや、料理教室ってまあ興味ないことはないけど、もう大体一通り料理作れちゃうからなーってのもあって、なかなかちょっと参加しづらいよね。そんなグルメってわけでもないし。